ご町内の皆様、毎度お騒がせ。新報が参りました。こんばんは、杉作J太郎です。電撃杉作J太郎のドッキリナイト5、今夜もここ愛媛県松山市本町 1-1-1 南海放送2階パルスタジオから生放送でお送りいたします。今夜は今夜決定シリーズウルトラセブンパート2ということでですね、つぶらやプロダクションが作りました、空想科学特撮番組ウルトラセブン、1967年の作品ですからもう、何年になりますかね、50年経って2017年ですからもう54年目、もう54年になるんですね、54年前の作品なんですが、全く色あせることを知らないウルトラセブン、 SF ドラマでして若干未来の話を描いていたんだと いたんですが、もうそれが大変しっかりとやられてたということですね、美術から何から、今日に至りましてもまだ新刊が出ております。この間僕もこれ本屋でねたまたま見つけて買ったんですが、今年の2月に出ました、ダンとアンヌとウルトラセブン、小学館から出ました。これね僕見て、あ、いい本が出たと思って買ったんですが、買った瞬間にもう荷刷りだったというね。いやー、だからもう初版はもうあっという間に売り切れたということですね。ウルトラセブンの人間の時の役を演じました森次浩二さん、そしてウルトラセブンの、人間隊の時の、勤務しておりますウルトラ警備隊の同僚にして淡い恋心をお互いに抱いている、菱見由里子さん、アンヌ隊員、このお二人がですね、前話をですね対談で思い出しながら喋っていく写真集という、大変これは素晴らしい本だと思います。完璧な本が出た本だと思うんですが、これが54年経ってまだもう全然これ懐かしい本とかいう感じでもないんですよ。もう今の本として出ておりまして、でこちらも最近買ったんです、ウルトラ特撮シリーズ、 こちら講談社ですね、ウルトラ特撮シリーズウルトラセブン、ボリューム1、 こちらはね特撮もの、つぶらやプロの特撮ものが、ずっと出てるんですが、それのボリューム1ウルトラセブン、これも出たのは最近ですよ、絶対にこれは最近ですよ、奥付け見れば出てるはずですけどね、はい、去年の夏に出ております。まあ54年経ってこう懐かしいとかいう感じでもなく、今普通にこれアニメコーナーにねあったんですが、どちらもハビア書店の、というわけで、今日はウルトラセブン今夜決定第2弾お届けしていきたいと思いますが、ひな太郎さんよろしくお願いします。こんばんは、ひな太郎です、よろしくお願いします。はい、さあ今日はひな太郎さんもね何話かご覧になったんですよね。はい、見ました、はい、さあ、今日もウルトラセブン行くんですが、その前に今日3月17日発売です、丘みどりさん明日へのメロディー、私がいなくともこの花は咲くでしょう、人は情けと言うなれど、なんて幻、私がいなくともこの世は
街で。岡みどりさん、まあご存知、あの第一線で活躍中の演歌歌手の岡みどりさんなんですが、変わった曲ですよね。あの今日発売になりました新曲です、作詞大柴ひろみさん、作曲小森田実さん、編曲京田誠一さん、大変あの明日へのメロディーっていうタイトルからね、あの明るい希望に満ちた歌かと思いきや、かなり刺激的な絶望的な単語と、そして、小森田実さんの、独特の、暗いけども力のあるメロディーで展開される。まあ、こちらキングレコードの、ホームページを見ますとね、ジャンルを超えた曲というふうに書いてらっしゃいますが、まさにその通りだと思いますね。あのやはりこの絶望とか落胆とかと希望というのは同じ場所に存在するという、まさにそんな感じですね。だから本当そうだと思うんですが、この季節的にもお別れの季節である、あるんですが、別れがあれば出会いがあり、あの別れがあれば出会いがある、次の人との出会いとか新しい人との出会いがある前に、別れがものすごい別れがあると、孤独な生活にこんにちはみたいな新しい世界がやはりそこから始まるわけですから、絶望と希望はやはり同じところから始まるということなんでしょうが、明日へのメロディー、岡みどりさんの新曲で聴いていただきました。今日はですね、この岡みどりさん、今回の新曲がいろいろタイプが出てるんですが、タイプ、あの CD のタイプが出てるんですが、それのですね、タイプ B、タイプ A、タイプ B、プレミアム版という3種類出てるんですが、タイプ B のカップリング、こちらがですね、なんと三田村邦彦さん、必殺シリーズやか、限りなく透明に近いブルーでもおなじみ三田村邦彦さんとのデュエットになっております。三田村邦彦さんと岡みどりさんのデュエットなんですが、岡みどりさんにとりましてもこれデュエットは初めてということで、三田村邦彦さんもこれは大いに張り切ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。こちらは後ほどおかけいたします。今日発売になりました岡みどりさん、後ほどあなたと君と三田村邦彦さんとのデュエット、今日発売になりました新曲も聞いていただきましょう。はい、いろいろ音楽も楽しみながら進めていきます、この、ドッキリナイト5。もう一曲聞いていただきましょうか。あのウルトラセブン、これは未来の話を描いた空想科学ものなんですが、世界観的には似通ったところがあると思います。スチャダラパー、シャドウオブエンパイア。ファイバーシティは今日も雨、にじむ街頭ビジョン横目、左から右へ
上げ、マーク片手に全速力、ライフ気にして走れタイトロー、素敵なゲームは窓からボイス、ひどいこと言って次に行きたい、ライフラッシュライディショー、疾走感あふれる心境、ズボリ現在進行形、ぐんぐん進んでいるとこで放射状迫り来る光景、どけ道を開けろね、インビジブルなもの程度では隙間なく飛び交う回転板、高度資本主義のメッカ、敗者の肉を食らうハイエナ、出せ払え、さらに使え、迫り来る帝国の影、絶体絶命ゆえに覚醒、背中から飛び出す黒い羽、敵でコミックスの原産、ガツンと当て印税生活、やるべきかやらざるべきか、気策に追い込むシェイクスピア、ローセコサーからトップギア、勢い余って変わる磁場、ベルを鳴らすも奴はしかと、シャドウに流れ星ピカプト、デマゴーグ、はびこる東の窓、未来世紀はとっくに過去、再発ブートオリジナルなど、地下のディーラーが切るカード、晴れ乗れ、そこを着くまで拡大する帝国の影、足で掴んだネタと引き換え、巨アクティブさの秘密を暴け、敵な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 ドキュメンタリーなら見てみたい、はい、つうわけで次のナンバー行くダメ、そんじゃまだまだキーボー時代を半歩リード、ビーボビーボー上げたスピード、コストリアブな法定速度をかけろ、テールライトリアルが歪んだ、あの帝国からのボタンだ、景気は重んだ、景色は重んだ、リアルが歪んだ、あの帝国からのボタンだ、実をつまんだ、リテールは重んだ、リアルが歪んだ、あの帝国からのボタンだ、景気は重んだ、景色は重んだ、リアルが歪んだ、電撃杉作 J 太郎のドッキリナイト5、今夜決定。はい、生放送でお送りしております。素敵なイラスト、素敵なイラストとお便りが届いております。日向さん、お願いします。はい、紹介します。ラジオネーム蟹山たらしおさんからです。杉作先生、日野太郎先生、そしてスタッフの皆様、いつも楽しい放送をありがとうございます。毎度適切なる文章量を頑張る蟹山たらしろうです。まずは今夜決定ウルトラセブン第2弾とのこと。前回は大変楽しく拝聴いたしましたが、さて私が今夜決定に推したいのはウルトラセブンがその頭に装着しているアイスラッガーです。あまりにもメジャーすぎて、むしろ忘れがちなアイテムではありますが、ウルトラシリーズの中でもビジュアル、機能、造形、あらゆる面で画期的発明と言っても過言ではないでしょう。何しろアイスラッガーを一度見ると、バナナを見れば頭に乗せ、また被った帽子もあの独特なシューティングポーズで投げるなど、子供の遊びが一変また頭に乗せるものの代名詞となるほどのアイテムは他に見当たりません。切断系の武器はウルトラマンにおいても八つ先降臨などがありましたが、頭に装着してしかも投げると自在にコントロールができ、ブーメランのごとくまた頭に戻ってくる、どれをとっても素晴らしいアイデアの数々です。ということで、今夜決定にはあまりにもベタなアイテムではありますが、とにかく私はアイスラッガーを押させていただきます。
最後になりましたが、第6回松山サミット決定いたしましたね。テーマのファンキーカルチャーというワードが意味するものはいかがなるものか、どのような展開になるのか興味津々ではあります。サミットも回を重ねても6回、通算7回となり、2桁回もそろそろ見えてきて大変楽しみにいたしております。それでは今年は桜の開花が早いようで、春風とともにコロナももう少し沈静化しないかなと思う昨今、皆様におかれましてはお体ご自愛いただき、楽しい放送を続けられますようお祈りいたします。毎度乱文乱筆お許しくださいといただきました。ありがとうございます。ファンキーカルチャー、ファンキーカルチャーじゃないんですよね。正しくはファニーカルチャー。そうなんです、カニマさん、ファンキーカルチャーじゃなくて、まあ、ファンキーカルチャーでもいいんですけどね、やっぱファンキーだとなかなかいつも賑やかで、あれですから、もう少し穏やかな日ということで、ファニーカルチャー、はい、まあ、これからスタートする、世界観ですから、まだあれですけど、一つファニーカルチャーでよろしくお願いします。よろしくお願いします。イラストいただきました。はい、すごいですね。すごいです。ウルトラセブンの敵たちがアイスラッガーで真っ二つというね。本当ですね、このアイスラッガーってね、ものすごい切れ味がいいわけなんですが、これあとあれですね、日向太郎さんがアンヌ隊員になってますね。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、そしてこのウルトラセブン、のアイスラッガーなんですが、これ前回もちょっと言ったかもしれませんが、森次浩二さんがお住まいに今なっている神奈川県の、そしてそこで森次浩二さんお店をやってらっしゃるんですが、ジョリーシャポーというお店やってらっしゃるんですが、その近くの久下沼の、神社でですね、そこのお守りがアイスラッガーなんですよ。それでそれを僕はね、その日お店で見せていただいて、これ近所の神社でね、これは違うんだよ、これは近所の神社のお守りなんだよって森次さんに教えていただきまして、ああそうですかって言うんでね、近所の神社なんて言って一緒に行ったあれちも言ってたんですよ。それで僕が、あれ近所の神社ってあれじゃないですかね、海からここに来る途中にあった鳥居がありましたけど、あそこですかって言ったら、森次浩二さんが、君は頭がいいねっていう風にね褒めていただきました。まあね、そこの神社にその日は行けなかったんですが、後に、これ僕の忘れてたんですが、後に、東京スポーツの取材で、森次さんのそのお店をまた訪ねた際に、この日はちょっと早めに行きまして、時間がありましてですね、その時に、アイスラッガーのお守りを、買うことに成功いたしました。で、それ思い出したのは、僕が写真を、携帯電話の中の写真見てたら、アイスラッガーのお守りを買っていたんですね。そしてそれを写真に撮ってまして、あ、そうかそうか、東京スポーツの取材でもう一回行った時に、後に行った時に買ったのかと思いましてね。よく覚えてます。あの日はね、ポンタカードがね、古くなってもう読み込むか読み込まないかかすれてたんですよ。で、困ったなと思ってたら、その、森次さんのお宅の近所のローソンに寄りましたら、ローソンの店の人がこれ読み取れませんねっていうのが、そうですかって言ってたら、あれ新しいのここにね、ありますからね。この新しいやつで、これ、家帰ってパソコンでやったら新しくなりますよっていうんでね。大変もう嬉しかったのを今でも覚えてます。そうか、こういうポイントカードって新しくなるんだと思いましてね。まあ、それが優しいその、近所のローソンの方のおかげでできたんですが、まあ、みたいなこともね、ありますが、まあ、話全然それましたけど、そうらしいですよね、ポイントカードって本当。どこのポイントカードでもそうですよ。はい。古くなって読み取れなくなったり、かすれてきたりすると、新しいのに移せるんですよ。移せる？ええ。すごいですね。ええ。もうそんなに大変なことじゃなかったですよ。だから、ぜひ皆さんもね、ポイントカードが古くなった、歪んできた、歪んできたりする人もいますよね、あれプラスチックだから。プラスチックっていうか、なんかふにゃってなってきたりもする場合がありますんで、そう、波みたいになってきたりする場合ありますんで、スマートフォンに入れて、カードがどれか分からなくなったんですけど、そういう場合は。スマートフォンに入れて、はい。
スマートフォンに入れた。入れた。ああ、スマートフォンの中にカードの情報を入れた。入れたんですけど、はい、カードもやっぱ欲しくなっちゃいまして、はい、でもどれかわからないんですよ、カード。その話が今一つ僕が今見えてきてませんのでね、後ほどお伺いします。はい、それではですね、今日ウルトラセブンお便りを紹介してまいりますが、こちらです。福山市の松さん、ゼータローさん、日向さん、こんばんは。こんばんは。小学生の時、体育の赤白帽のツバや下敷きや物差しのような平べったいものを頭の上に置いて、それを両手で挟み前に投げてアイスラッガーにしてました。ウルトラセブンになった気になってましたね。今でも時々やります。自家製アイスラッガーに今夜決定とおっしゃってますが、今でも時々やるってのもすごいですけど、そうですか、そうらしいんですよ。で、続きましてこちらも三重県のロボットケース K さん、今日の今夜決定はウルトラセブンパート2ですね。ドッキリメイツの皆さん、大変詳しい方が多くて盛り上がりましたね。今夜も楽しく聞かせていただきます。私がウルトラセブンで思い出すのは、幼少期に友達と遊んだアイスラッガー遊びです。赤白帽、あ、紅白帽ですかね、赤白帽ですね、赤白帽や段ボールで手作りしたアイスラッガーを両手で挟み、すごいですね、地域は違っても全く同じ遊び方してますよ。誰が教えたわけでもないと思うんですが、すごいですね、こう、アイスラッガーを両手で挟み、アイスラッガーと言いながら飛ばす遊びです。いろいろなものを頭に乗っけて飛ばしてます。本当これすごいですね。あの、誰かがやれって言ったわけでもないのに、全く同じ遊びを、先ほどの蟹山さんも一緒にね、一番良かったのはスイカの皮です。頭にもぴったりフィットするし、よく飛びましたね。スイカの皮、よく飛んだ。今夜決定とはならないと思いますが、スイカの皮がアイスラッガーに近いでお願いしますと。スイカの皮、これすごいですけど、頭にスイカの何かがつきません？これ、あのウルトラセブンはあのアイスラッガー飛ばした後にツルツル頭になるんですよ。でもおそらくこれ皆さんお子様だったからね、髪の毛がふさふさあったんじゃないですか。ふさふさした髪があると飛んだ後がまたちょっとウルトラセブンとは違った感じに、そうなんですよね。赤白帽子してやってるんじゃないですか。うん、ウルトラセブンってね、あれなんですよ。ウルトラセブンって、やっぱ変わってんのが、飛んだ後に、ハゲ頭みたいになるってことですよね。で、そのハゲ頭みたいになる、なる人ってのが、なるヒーローというのが他にあんまり見当たらないんですよね。で、またこの、アイスラッガーも万能ではないんですよね。時々跳ね返すやつがいますんでね。跳ね返すか跳ね返さないかの基準がどこなのかっていうこともありますけど、ウルトラセブンアイスラッガーいただきました。さあ、それではですね、このウルトラセブン話を大きく進めていく前に、このウルトラセブンは先ほども申しましたが1967年なんですね。で、ウルトラセブンって今でもこうやってすごい皆さん身近に、ここにある本もそうです、小学館の本と講談社の本、大変なんかも今の本だから綺麗でね、で中に載ってる写真も別にそんなに古くない、皆さんの顔もね、雰囲気も森次浩二さん、庵野隊員、中山昌司さん、皆さんいらっしゃいますし、このウルトラホーク、宇宙人の数々の宇宙人ゲストの人たち、写真載っておりますが、そんなに古い感じがしないんですよ。でもこの作品がどれだけ人気が強くて今日まで生き長らえてきたかがわかるのではないでしょうかと思いまして、ここでウルトラセブンが放送がスタートしました年ね、1967年、8年に、流行っておりました歌謡曲をここで聴いていただきましょう。ウルトラセブンが放送していた時にこういう曲がヒットしていたのです。2曲続けて聴いていただきます。
バーブ佐竹さん、こっちをお向きよそこの人、そして伊藤ゆかりさん、恋のしずく。寂しく飲むよりも同じこの世の片隅に生まれた苦しみ持っている、互いの悲しみ分け合うよ。
ためにだけ。それは二人の愛の印ね。優しい手が触れると青空が見えるの。そうよ、あなたは太陽なのね。だから私はいつでもあなたはい、最初に聞いていただきましたバーブ佐竹さん、こっちをお向きよそこの人、作詞川内浩範、作曲佐々木角、編曲佐藤元彦さん、歌バーブ佐竹。この曲が出ましたのが昭和42年12月11日に発売されました。で、昭和42年11月11日と言いますと、ウルトラセブン第11話魔の山へ飛べ、ナース星人、あ、ナース星人、ワイルド星人と、ナース。このナースってのは、看護師さんじゃないですよ。竜です。巨大なね、鉄製の竜なんですね。魔の山へ飛べが放送されましたのが、12月10日、その翌日です。魔の山へ飛べが放送されて、いやー、昨日のナースすごかったな、怖かったな、空飛んでる竜って言いながら、学校に行った小学生、中学生たちが、学校から帰っている時に商店街のレコード屋さんではバーブ佐竹さんのこっちをお向きよそこの人が新発売になっていたという、そういうことであります。で、その後聞いていただきました伊藤ゆかりさん恋の雫、こちらは安井和美作詞、平尾正明作曲、森岡健一郎編曲の曲なんですが、この恋の雫は年が変わりまして68年、1968年の1月16日に発売になったレコードなんですが、1月16日と言いますと、ウルトラセブン的には第15話、この前後編のね、巨編であります。ウルトラ警備隊西へ、その後編が放送されました翌々日と。こちらもね、ペダン星人とキングジョー、これはもう大変未だに有名な、形は多分皆さんも見たことがあるんじゃなかろうかという、最初のテレビ版のエヴァンゲリオンにも似たような感じのロボットがやはり出てまいりました。キングジョー、おまけにこれキングジョーは分離してね、バラバラになって飛んだりするという大変当時としては新しい、フォルムもかっこいいロボットだったキングジョー。こちらが1月の14日に放送されまして、その翌々日が恋の雫の発売日だったわけです。ちなみに視聴率が出ておりまして、ウルトラ警備隊西へ 31.1%、はい。そして、その前の魔の山へ飛べ 31.7%。まあ、これはすごい人気だったということが、まあ言えるわけなんですけども、ウルトラセブン。これぐらいね、すみません、レコードが今、はい、失礼いたしました。まあ、かなり昔の作品なんですが、未だに全く色褪せることのないウルトラセブン。今夜は、ウルトラセブンの今夜決定をお送りしてまいります。
はい、お便り紹介してまいりましょう。大阪のネギ坊主さんです。今夜決定ウルトラセブン、杉作さん、ひな太郎さん、こんばんは。こんばんは。今日から仕事で沖縄に来ています。沖縄とウルトラセブン縁があるんですよね。脚本を書かれていた金城哲夫さんは沖縄出身の方です。そして宇宙怪獣キングジョーの名はこの金城さんの名字をもじって付けられたそうです。キングジョーは今見ても古臭くない素敵なデザインですね。金城さんのキングジョーに今夜決定。はい、そうなんですよね。金城哲夫さんから、撮ってこのキングジョー、すごいかっこいいんですよね。これがね、これが誕生したわけです。ウルトラ警備隊西へ前後編になっておりましてね、まあこれは神戸ロケだったわけですね。はい。これ、この小学館から出ました、ダンとアンヌとウルトラセブンによりますと、大変こう、やはりこの時のロケは楽しかったようですね、皆さん。そうです、そうです。はい。で、もう一通いただいております。ラジオネーム、サントークさん。こんばんは。こんばんは。今夜、すいません。そう、こんばんは。こんばんは。今夜は大阪から聞いています。前回のセブン特集ではウルトラ警備隊の基地を押したメールを紹介いただきありがとうございました。サントークさんです。今回押させていただきたいのはキングジョーとの戦いで出てくる国立京都国際会館です。作品では神戸六甲にある防衛基地という設定でしたが、実際にある京都国際会館とその前に広がる宝ヶ池がモデルです。昭和を代表するこの近未来的なデザインの建物が実在すること、さらにキングジョーを迎撃するために建物近くの池の中から砲塔が現れるところ、子供の頃から電柱の外周を見てもひょっとしたら秘密の防衛兵器かもと空想していた秘密基地大好きな私にとって、現実に存在する建物が要塞化するこの回のセブンの設定は最高でした。他にも神戸港のポートタワーなど実在する個性的な建築物が登場していて、大阪万博前の関西エリアの近未来感が伝わってきますといただきました。はい、瀬田ひな太郎さん、よろしくお願いします。はい、紹介します。神奈川県横浜市のラジオネーム橋本 A さんからです。杉作先生、ひな太郎さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラジコプレミアムで横浜より拝聴しています。今日の横浜は暖かく体に優しい気候でした。松山はいかがでしたでしょうか。暖かかったですね。暖かかったですね。これぐらいの季節になってきますと、これからの季節は昼寝がねしやすくなると思うんですよ。それも横になったり布団に横になったりしなくても、ちょっと椅子に座るとね、椅子に腰を下ろしているだけでちょっと背もたれに背中をこう体重を預けますと、そして腕組みでもして目を閉じますとね、あったかいからちょっとこうもうこっくりこっくりとね、居眠りが、大変気持ちのいい季節になってまいりまして、実は私も、放送が始まる前にこう腕組みをしてこっくりこっくりしておりました。30分ぐらい寝てしまいましたかね。そしたら松山サミットの、スタッフの方がちょうど通りかかりまして、いや考え事をしてるんですねなんて言ってね、そうですなんて言ってね、そうですな、いやなんであそこであれね、ちょっと寝ぼけてた、嘘つい普段僕そういう嘘あんまりつかないですけどね、思わず今何か考え事をしてるんですねって言うから、そうですなんて言っちゃってね、嘘をついてしまいました。
まあただ居眠りをするとね気分転換にはなりますね、本当ね。なりますね、なんかすっきりして、すっきりしてね、何かねその前に前とは気分がちょっと違ってたのがもうはっきり自分でも分かりました。これからは昼寝とかが大変こう気持ちのいい季節ではないでしょうか。はい、お便り途中ですよね、全く、はい、読みます。すいません。今夜決定はウルトラセブンですね。土曜日に力をつけようと牛角に行ってきました。おお、いいですね。牛角の創業25周年で、つぶらやプロとコラボをしていましたよ。へえ。素晴らしい情報ありがとうございます。3月31日までです。ああ、そうだったんですか。いや、ありがとうございます。まあ、エヴァンゲリオンキャンペーンの方に気持ちが完全にそちらの方にばかり気がいっておりまして、そうですか。ウルトラセブンとウルトラ肉、かっこ上カルビを頼むと、ウルトラマンのコースターをいただけます。へえ。コースターは全5種類です。ウルトラマンとセブンと怪獣らしいです。私は大好きなウルトラセブンを見事に引き当てました。おかげで体調も良くなりました。ドッキリナイトの今夜決定も毎日いろいろな内容とコラボですね。今夜も放送を楽しみに聞きます。ウルトラセブンのコースターの写真を送ります。といただきましたコースター、はい、かっこいいですよ局長、はいはい、行かないといけませんね。これはエヴァ、そうですね、まあエヴァンゲリオンとウルトラセブンは世界観的にもねかなり似通ったところもありますのでね、まあ庵野さんが間違いなくウルトラセブンからは多大な影響を受けておられるのはもう間違いのない話ですから、これは楽しみですね。はい、ありがとうございました。先ほどのね、神戸の、ポートタワーの話、こちら小学館の方もそのまま紹介するわけにいきませんが、この小学館から出ましたダンとアンヌとウルトラセブンが画期的な本だということはこの一言でもわかると思います。こうやはりねポートタワーは印象に皆さん、あ、森塚さんも菱見さんも印象にあるようで、この頃のポートタワーは神戸でも高い建物で今よりもっと目立つ名所だったんだよって森嗣さんが言いましたら、菱見理子さんが出番がなくて時間があったけどポートタワーには面倒くさくて登らなかったわ笑い。そうなんです、菱見理子さんってそういうね奔放な方なんで、一冊を通して割とアンヌ隊員はこういう感じが出てくるんですよ、この本の中に。大変ね面白い本でね、これ素晴らしい本ですよ、本当に。改めましてこれ小学館のスタッフの皆さん大したもんだと思って、もこれおまけにものすごくわかりやすい児童書のような作りになっておりまして、素晴らしい。データもものすごく細かく出てるんだけど、それをまとめて載せてないから難しい本には全く見えないんですよ。素晴らしいご本ですけど、まあ菱見理子さん登らなかったそうですよ、ポートタワーには。はい、お便り紹介しましょう。私の方からこれはがきをいただいております。ラジオネーム SO の雄大さん、ちょっと歌を音楽を弾いていきましょうかね。杉作先生、ひな太郎さん、こんばんは。こんばんは。今夜決定ウルトラセブンパート2にお便りさせていただきます。ウルトラセブン第45話円盤が来た、これは日向太郎さんもご覧になったんじゃないですか。ご覧になったんですよね、円盤が来た。はい、見ました、はい、第45話円盤が来たでの望遠鏡で星を見るのが好きな心優しいぼんやりしている福神くんの活躍したお話が大きくなって見直してみても心に染みます。心優しくて器用な感じの演技が素敵です。綺麗な星の世界へ行ってしまいたいなと空想しつつ、現実は粗大ゴミだらけのゴミ捨て場を自転車で通っていく何の説明もないラストシーンがグッときます。実相寺昭雄監督のクラシック音楽を使うところも素敵です、ということでいただきました。エース大野雄大さんは第45話円盤が来たに今夜決定ということなんですが、この円盤が来た、近所の蕎麦屋さんのご主人がミッキー安川さん、そして隣のあれ何屋さんですかね、鉄工所みたいなところで仕事してるのが渡辺文雄さん、食いしん坊万歳の渡辺文雄さんなんですが、この、ダンとアンヌとウルトラセブン小学館の本によりますとですね、
大変にぎやかだったそうです、撮影現場が。もう渡辺文雄さんとミッキー安川さんが、もうものすごくにぎやかな楽しい人たちで、撮影現場はもう毎日大騒ぎだったと、いう話でね、やっぱ渡辺文雄さん、陽気な方なんですね。まあ悪役が多いですからね、どうしてもふてぶてしい、なんか新幹線大爆破でもね、言ってました、最後に倉持くんが何か気に入らんことがあるらしいんですよ、なんて言ってね、薄い剣に急になんか悪態ついてましたけど、はい、45話円盤が来た。日向郎さんどうでした、円盤が来た。円盤が来たですか、うん、福神くん、なんか誰で宇宙の方に頭を撫でてもらったじゃないですか、ペロリンガ星人にね、はい、はい、なんかシーンがとても気に入ってます。君はなんとかでなんとかだよみたいなね、連れて行ってあげるよみたいな感じで頭を撫でてもらって、いやー、シーン不思議でした。宇宙から来ていた宇宙人の代理人みたいな感じで出てきた子供がいたじゃないですか、いました。子供はもう有名人なんですよ、有名子役なんです。有名子役、超人バロムワンも後にありまして、はい、その後はですね、超人バロムワンやった後には、そうです、これは寺山修司さんの映画田園にシスで寺山修司さんの少年時代を主役として演じまして、はい、原田芳雄さんと共にね、はい、そして、お母さん役の高山千草さんと一緒に新宿駅の前で飯食って、家だと思って飯食ってたらパタって壁が倒れたら新宿駅の前で人がわーっているっていうラストシーンにね、少年高野博之さん、出演されておりました。吉尾さんとご飯が食べられるんですね。そうです、吉尾さんや八千草薫さんとね、ご飯が食べられる、高野博之さん、もうものすごいスーパー子役の方ですよ、はい、スーパー子役、はい、スーパー子役、そうなんでございますね。はい、今夜はウルトラセブンを特集してまいります。お便りどうぞ。はい、紹介します。ラジオネームゆうきさんからです。私の今夜決定ウルトラセブンは第45話円盤が来たです。おお。はい。はい、映像の雄大さんと同じ、はい、45話ですね、続きを読ませていただきます。工場に勤める福神は夜更かしがたたり、昼間の勤務中に居眠りしてしまい、同僚に迷惑をかけ上司に厳しく叱られます。河原で昼寝していると少年が落とした弁当箱を拾ってくれました。少年に愚痴をこぼす福神、お兄さんは会社じゃ眠くてヘマばかり、宇宙にねお兄さんの名前のついた星を持ちたいのさ、福神彗星、それに星は汚れてなくて綺麗だろ、地球なんか人間もうじゃうじゃいるしうるさくて、君も一度星を見てごらん、素晴らしいぞ、夢を語る福神に少年は、まあ今夜いいことがあるよきっとと告げるのでした。その夜福神が望遠鏡を覗くと、空には一面の星ではなく円盤の変態が、ウルトラ警備隊に連絡するも気象の状態による蜃気楼に錯覚だと取り合ってくれない。ペロリンガ星人が地球侵略のための円盤軍を偽装していたのでした。地球に飽き飽きした君を星へ連れてってあげるよと誘うペロリンガ星人、孤独を描いたこの回はタクシードライバーに並ぶ名作だと思います。俺を今すぐペロリンガ星へ連れて行ってくれないかと、少年の姿をしたペロリンガ星人を今でも無双します。このペロリンガ星人が基地として用意していたのが商店街にある自転車屋さんみたいなね、古い建物だったんですよね、はい、あのあたりはやっぱりね、実装自作品の特徴ですね、大変面白い発想で作られていると思います。今夜はウルトラセブンの今夜決定をお送りしてまいります。ここで一曲、ジョン・パットン、アマンダ。
Thank you.
盲導犬ってかわいそう。え、僕のことそんな風に思ってんの？世間の誤解に吠えさせてもらいますわ。うちら一緒におんのが幸せやのに、そんな言われたら相方も悲しむわ。ほら行こうか。ワンダフルなご理解を、日本盲導犬協会。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。愛媛のここが好き。生まれ育った町がある。社長の大西です。あったかい人、強い絆。メディアセンターギリタです。来てよし、住んでよし。カメラマンの石川です。みかんのおすそ分けがいっぱい。営業部前田です。自然豊かな山と海。東京支社の田中です。私たちは NBC 夢もぐ南海放送。F 南南海放送が午後8時をお知らせします。電撃杉作ジェイ太郎のドッキリナイト5。今夜はウルトラセブンの今夜決定パート2をお送りしております。生放送でこちら愛媛県松山市本町 1-1-1 南海放送からお送りしております。ぜひ皆さんもあのウルトラセブン覚えてることとかね、はい、あの好きだったものとか、はい、ウルトラセブンのあれがなんか僕が記憶にあるとかありましたらメールをどしどしお寄せいただきたいと思います。お寄せください。あのね、化学兵器もたくさん出てくるんです。化学兵器っていうかね、あの戦闘機ウルトラホーク1号、これはねアルファ号、ベータ号、ガンマ号だったんですかね。3つが1つになってウルトラホーク1号になるんですよ。で、ウルトラホーク2号、これは宇宙に宇宙専用。そしてウルトラホーク3号、こちらは偵察専用ですかね。そうです、多目的の偵察用小型ジェット機です。そして、こちら地球防衛軍ウルトラ警備隊以外の防衛軍隊員が使う超兵器としてはですね、宇宙ステーション V2、 宇宙ステーション V3、 こちら南博さんがいたところですね。そして宇宙ステーションホーク1号、SST、 ウルトラガード、スペースタンクなどなど、たくさんあります。マックス号、アーサー号、サクラ9号、 M3 ハーフトラック、地球防衛軍ジープ、スコーピオン号、 R1 号、あ、これはギエロン星を破壊したやつだ。 R1 号ってね、これはね残酷な物語でね、ものすごい核爆弾みたいなものをね、ギエロン星に行かすんですよ。日向太郎さん、聞いてます？はい、ギエロン星というよその星に核爆弾を調査に撃つんですよ。で、その星には生き物がいないっていうふうに言うんですよ。科学者の人はね。はい、ところが、ダンはウルトラの星から来てますから、おかしい。あの星には生き物がいたはずだかな、みたいな。今やめるわけにいきませんから、いや大丈夫ですよ、あの星には生き物がいませんから、生き物がいないと思ってそこに打ち込んじゃうんですよ。でそこから報復のために怪獣がやってきてしまうみたいな話なんですけどね、まあみたいな話も多々ありますので、ぜひ皆さん、なんかあとゲストもいろんな方出てるんですよ。松坂慶子さんとかね、気になるゲスト、皆さん記憶にある方とか、どんどんお手寄りいただきたいと思います。はい、はい、お手寄りの宛先お願いします。はい、メールアドレスは jt@rnb.co.jp、 jt@rnb.co.jp です。南海放送アプリでも受け付けています。お待ちしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これいただきますとね、些細な話ですけども、はい、お礼のね、イラストカードが、約1名の方に、1日約1名の方に届くようになっておりますので、す楽しみにお待ちください。今日も少しだけ書きました。あ、頑張ってください、はい、頑張っていてください。1年前よりかはちょっとイラストが上手になったかもしれません。はい、皆さんからのお便りをお待ちしております。さあ、それではここで一曲聴いていただきますが、これはね、第47話あなたは誰っていう回があるんですよ。これ団地が舞台でね、このウルトラセブンの前の番組ウルトラマンの、隊長を演じておりました小林明治さん、小林明治さんがゲストなんですね。で団地に戻ってきたら奥さんもいるんですけど、あなたは誰ですかって言うんですよね。知らないって言うんですよ。戻ってきた、お酒飲んで帰ってきたご主人はね、ああ、酒飲んできたから、妻が怒ってるんだな。どうやらそうじゃない。ほんで、いつも見かける近所の交番に行くんですけど、交番のおまりさんもよく知ってるはずなのに、あなた誰みたいな。団地の人が丸々宇宙人と入れ替わっているっていうね、ちょっとした怖い話でね。
小林明治さんの奥さんを演じておりましたのが三条美希さん、そして、この回もね、こちら小学館のダンとアンヌのウルトラセブンによりますと、あの団地でねロケがありましたから、これもう大変ね、時間が大変だったみたいなんですよ。夜通しの撮影みたいになって、ですから菱見理子さんはこの回の思い出としては、全然違いますね。この回の思い出はラストシーンの撮影日の朝、起きたら目が腫れていた、前の晩に飲みすぎたのかなすごい人ですね。前の晩に飲みすぎて目が腫れていた、菱見理子さん、はい、もうね、ほんとすごい方なんですよ。僕も何遍かお会いしたことあるんですが、大変こうね、景気のいい方でね、はい、はい、東映の映画でも随分活躍なさいましたけど、いやー、菱見理子さん、大変素敵なんですよ。今でもお元気でね、頑張っておらっしゃいますが、はい。で、この、団地が丸まんま舞台になるんですが、こちら聞いていただきましょう。近田春夫さん、夢見るベッドタウン。お便りを紹介しましょう。こちら秀さんことひっくんです、
杉作塾長ひな太郎さん、ドッキリメイツの皆さん、こんばんは。こんばんは。今夜決定ウルトラセブンにメールさせていただきます。かつてスーパーフェスティバルという特撮や SF などを扱ったイベントに行った際、海賊版 DVD を扱ったブースに立ち寄りました。これはいけないことですけどね、もう絶対にいけないことなんですが、こちらも書いてらっしゃいます。今では考えられませんが、十数年前にはこんなブースが何箇所か存在していました、うん、今ではもうないと。いけません、これは。権利がね、やっぱり制作者の権利は守られるべきです。ふと隣を見ると、諸事情をよって封印されたウルトラセブン12は、優勢より愛を込めての海賊版 DVD を手に取っている初老の紳士が、その初老の紳士は誰あろう、その幻となった12話を監督した実相寺昭夫監督その人でした。あまりのことに声をかけることもできず、私はその場を立ち去りました。その時、実相寺昭夫監督はどんな思いでその海賊版 DVD を見つめていたのでしょうか。今となってはその答えは永遠の謎ですが、私にとって今夜決定ウルトラセブンは、その時の驚きとともに、ウルトラシリーズの数々の名作を監督した実相寺昭夫監督に今夜決定とさせていただきます。まあこの本当、確かにウルトラセブンはもう監督さんたちがみんなそれぞれね、もうみんなすごかったと思います。工夫があってね、みんなそれぞれ持ち味がありまして、アーティスティックな作品をそれぞれの監督が撮りました。で、実相寺さんも確かにひときわ不思議な映像を、やはり実相寺さん撮られておりましたですね、ウルトラセブンで。物語も不思議でした、やっぱり実相寺さんの場合は。はい、その実相寺さんが、監督しました第12話、これ今結番になっておりまして、もうずーっとこれはね、もう収録されてないんですよ。 DVD が出てもビデオが出ても12話は結番になってるんです。で、結番になってるのは、まあちょっと事情が一つあるんですけど、これはね、全く、まあ言いがかりといえば言いがかりというかね、もうこれは本当、菱見理子さんや森次浩二さんもなんとか見れるようにということをね、ずっとおっしゃってるんですけど、まだ今見ることができないんですね。で、これを監督した会の実相寺さんが、だからね、海賊版しかもう出回らないってことですよね。もう正規品はもう全く出てないんですよ。だからその海賊版をスーパーフェスティバルの時に、その監督されたご本人、実相寺さんが手に取って見つめていたと。はい、複雑なものがやはりあられたと思いますね、これはね。はい、はい、日向太郎さん、お願いします。はい、紹介します。ラジオネーム斉田万次郎さんからです。杉作さん、日向太郎さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。ウルトラセブンといえば、アンヌ隊員役をされていた菱見百合子さんにつきますね。セブン終了後の活動では、石井照夫監督、丹波哲郎主演のポルノ時代劇にヒロインとして出演されていたのが特に印象深いです。あ、そう、石見君も出ていたね。うん。東映映画暴八武士道、セブンの後に暴八エイトですよ、連動した世界観のような気がしてなりません。丹波哲郎さんはその後、同じ暴八として石井照夫監督の地獄にも出演されていましたね。と考えると、宇宙から地獄までウルトラセブンの世界観は壮大ですね。私からは以上です。まあ、いやいや、いや、しかしね、それね、まあ、地獄というよりはね、ひしみくんの場合はやはりまだ元気だから、まあ大変ひしみくんは元気だから、やはりね、まあ私の見立てではそうだな、やはり天国に行くのではないかな。うん、まあ、ちなみに私もね、やはり天国にいるね、今。うん、はい、丹波哲郎の真似をしているわけなんですが、果たしてどうだろうね、これはね、急にやったもんだから。はい、お便りを紹介しましょう。J 太郎さん、ひな太郎さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。ウルトラセブンの頭に乗っているのがアイスラッガーというものだということを今初めて知りました。すごい。50数年ぶりに今初めて知りました。ウルトラマンシリーズで私はウルトラセブンが一番好きです。ラジオネームミミカさんからいただきました。はい。それではそのウルトラセブンの、途中でかかるね、素敵な曲、ジ・エコーズ、ウルトラセブンどうぞ。
ラジオネームはコチさんですね。コチさんから、千葉県市川市のコチさんからいただきました。杉作先生、日向さん、ドッキリメイツの皆さん、こんばんは。こんばんは。今夜決定からは少し離れるのですが、つぶらやプロのサブスクが今日から開始ですね。ウルトラシリーズの新作もあるようですよ。これからもウルトラシリーズは続いていくのですね。これ今何のことなんだろうと思いまして、今資料を見ましたら、ウルトラサブスク、ウルトラサブスクというのがスタートしまして、こちら月額500円のスタンダードプランで、ウルトラマンシリーズ約1200エピソード見放題ということで、いやこれなんかたまたまですけどね、これ今日ウルトラセブンパート2、何か縁があるんですね。もし見たいなって方がいらっしゃったら、これ月500円で、これ全然これ広告でも宣伝でも何でもないんですよ。もう本当にたまたまなんですけど、今日、ウルトラシリーズの、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンレオ、もうあらゆるもんでしょうね。もうすべてのウルトラシリーズが、ウルトラマンシリーズが見放題で楽しめる企画が、サブスクが、今日からスタートという。いや、奇遇なことがあったもんですね。これは、しかし本当に。はい。ということで、ちょっと興味あります方は調べていただいたら、と思います。月額500円で見放題ということですね。いやー、驚きました。はい。ということで、そのウルトラサブスクがスタートして、そして、岡みどりさんのね、新曲が出た今日、そんな日、3月17日、お誕生日お祝いしていきたいと思います。お誕生日は何と言いましても、1年に1回だけです。そして何と言いましても、この世の中に、何にもなかったところから、この世の中にあなたが、そして我々は、私たちが誕生して、そしてこれがずっといるわけじゃないんですよ、これが。命のある限り、ここにいることができますが、いつの日か、誰もがこの世界から離れていく。散る桜、残る桜も散る桜、この桜吹雪が、追い出したぞ、みたいな。はい、ということで、今日3月17日お誕生日をお祝いしていきたいと思います。はい、はい、日野太郎さん、よろしくお願いします。はい、3月17日お誕生日おめでとうございます。今日のお誕生日おめでとうソング、苦しみの中から立ち上がろうということで、ザ・キングトーンズ、いつか日が昇る。生まれた時から暗闇の中で、誰のためだかわけも知らずに生きてきたんだよ。生きてきたんだよ。だけどいつか夜が明ける、いつか花が咲く、いつ
蝶が飛ぶ。いつか海へ出る。そうしていつか、そうしていつか、夕が昇る。どこかで神様わかりそうなもの、わかりそうなもの、だけどいつか夜が明ける、いつか花が咲く、いつか蝶が飛ぶ、いつか海へ出る。そうしていつか、そうしていつか、日が昇る。電撃杉作ジェイ太郎のドッキリナイトファイブ、今夜決定。はい、ラジオネーム夢見る65歳さん、この間このスタジオにいらっしゃいましたけども、夢見る65歳さんからメールいただきました。小学館のダンとアンヌとウルトラセブン、僕も買いました。杉作さんと全く同じ感想です。完璧、薄いのに内容が濃すぎ。カットされたシーンの台本も掲載されていて、資料的価値もあり、ダンとアンヌの記憶力の良さにもあっぱれ。そうなんですよ、ものすごい記憶力なんですね、このお二人が。多分これはね、でも記憶力っていうか、皆さんもお分かりだと思いますけど、よく思い出していることは忘れないんですよ。だから昔話、いつもあの人同じ昔話するっていうことありますけど、それはその話をよく思い出してるから、その話だけはすごく覚えてるんですよ。だから全然思い出さないものは、これはやっぱ忘れていくんですよね。だから嫌なことってやっぱりね、基本的にそんなに思い出さない方がいいんですよ。だから思い出さない方が忘れていきます。忘れたいことはですよ、嫌なことでも覚えてた方がいい場合もあります。こういう間違いだけは二度としてはいけない、同じ失敗は二度としないぞっていうことありますよね。例えばこれはね、いろんなことがありますよね。お店で物買った時に、うわー間違えた、高い方頼んじゃったみたいなね。まあせこい話ですけど、ちょっとね、いやー高い方頼んじゃった、安い方で全然良かったのに、今度絶対、今度は二度とこういう失敗をしないぞみたいなね。そういうようなことは忘れない方がいいんですけど、忘れてしまいたいことってのはありますよね。もう本当にこれだけは忘れた方がいいっていう、これはね、思い出さない方がいいんですよ。思い出さなければ忘れていきます。これは本当の話なんですよ皆さん。思い出していることは何度も何度も思い出してるから、だからこれだから受験勉強とかもそうですよね。だから何遍も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 やってたら、これはやっぱりどんどん覚えていくんです。それでやっぱたまにしか思い出せなかったり、たまにしか言わないことっていうのは忘れていくんです。だから僕も同じことばっかり言ってることはやっぱりもう入ってますから、高校生の頃からずーっと言ってるようなことはね、覚えてます。例えば
まあ、例えばってやるんかよっていう感じですけどね。昭和38年秋、池田内閣の高度経済成長政策の下で、公共と繁栄に酔いしれる市民社会は、その秩序の破壊者である暴力集団にようやく非難の目を向き始め、それに抗して警察も、頂上作戦と呼ばれる暴力団追放運動に乗り出していったのであるというね、仁義なき戦い、頂上作戦の一幕でございました。もうこれはね、高校生の頃から。まあ、これね、君ね、高校生の頃からずーっと真似してるんだ、これ。これね、やっぱりちょっと忘れない、これね。ちなみに頂上作戦には、私も出てるんだ、丹波哲郎が。丹波哲郎がやっぱり出てるから、これ。ただね、これは驚いたね。セリフがないんだ、これ。私、丹波哲郎のセリフがね、頂上作戦にはないんだね、これが。だからね、俺を言ってやった、深作欣二に。深作、俺のセリフがなんでないんだよ。あったって覚えないでしょ、っつんだから。驚きだよ。まあ、みたいな。失礼いたしました。はい、それではお便りよろしくお願いします。はい、紹介します。ラジオネーム、吉田さんからです。松山市在住さん。杉作さん、ひな太郎さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ウルトラセブンは幼少の頃、テレビで再放送されているのを見た記憶があります。幼稚園児頃でしたので、話の内容、意味などわかるわけもありません。暗いテーマの話もあり、放映当時どういう層の人が見ていたのか気になりました。成人が、これ星の人で成人でいいんですかね。そうです。成人が主役の時は戦闘シーンも短く派手さもありません。思えば東方の記憶に強く残っているのは戦うシーンが派手だったウルトラマンレオでした。地味なウルトラセブンにもかかわらず未だに語り継がれるのですから、当時すでに作品を評価するマニア的なファンがそれなりにいたのかもしれません。杉作さんはリアルタイムでご視聴されたのでしょうか。そうなんでございます。前編投資で見ている途中ですが、登場する女優さんが素敵です。うん。アンヌ隊員役の菱見絵理子さんは別格としても1話限り登場の女優さんも侮れません。トヨタ S800 に乗りでかすぎるスパナで弾を襲うゴドラ星人こと水上龍子さん、はい、可愛い顔で躊躇なくギエロン星をぶっ飛ばす前の博士こと田村奈美さん、うん、そして第9話、そう、田村奈美さんですよ。田村奈美さんがね、すっごい可愛い女優さんなんですけど、はい、東方の本当残酷なんです。星を破壊するんですから。破壊しちゃうんですか。そうですよ。大丈夫です、私たち調べましたから。あそこの星には何も生き物はいません。だから撃ちますよ。はい。そんなみたいな。はい。あれはね、やっぱりね、素晴らしかったと思います。すごく綺麗な人が言うから、かえって残酷でね。ああ。そうなんですよ。そして、どうしましょう。喋っていいですか。いいですよ。そして、第9話、アンドロイドゼロ指定で、金髪のアンドロイド少女、ゼロワンを演じた小林幸子さんは特に印象に残りました、うん、半世紀前の作品なのに女優さんにはあまり古臭さを感じることもありませんでした。というわけで東方の今夜決定ウルトラセブン2は素敵な脇役女優さんでお願いします。バド・パウエル、エブリシング・ハップン・トゥ・ミー、そしてその後脅威の顔面偏差値、竹山さんでこの顔だけじゃないもんと続きます。
FM 3.5 の顔だけじゃないもん。この番組はお菓子の畑田の提供でお送りします。せーの、ザクガツンサー、ザクガツンサー、金時のサブ。こちら金時のサブ、見かけお芋、食べてもお芋、一口サイズで一人おやつも、手土産にも、配るようにも。お芋すぎる金時のサブ。あなたもサブも。リスナーの皆さん、杉作ジェイ太郎さん、こんばんは。ガールズバンド竹山 3.5 です。今月の MC はギターの浜辺さくらがお送りします。今日のメンバーはリーダーボーカルの武田ひなほです。ベースの星川遥です。ドラムの脇田ほのかです。こんばんは。財務の日、財務コンサルティング会社の株式会社財務戦略が制定。316ザイムの語呂合わせと所得税確定申告の期限の翌日であることから財務の日だそうです。そうなんや。なるほど。みんなにとって今お金はどんな存在でしょうか？お金は大切ですよ。大切ですね。お金なければ。あ、でもこれからもっと大切に、ね、なっていくんやろね。確かに、うん、ね。なんかめっちゃニュースがお金の話多ない？なんかなんかお金、お金いいよるよ。ほんとね。確かに。今みんながお金を貯めてほしいものとかしたいこととかありますか、ひなほさん？したいことか。そうやな。そんな夢が膨らむね。そうやね。みんな空向いてる。そんな。もの。無限に今お金あるってことにしよう。うん、分かった。マジでね、今欲しいもんなくてね。それ言われたらないよね。そうなんよ。わかるわ。思いついた人。はい。さあ、ハロピ。私は車が欲しいです。あ、そうよ。免許。もう免許が。なんか車はなんか中古とかも買えるかもしれんけど、うん、その維持費の保険料とかが なくて、うんうん、お金がそれが欲しいなっていう、うんうん、なるほど。乗せててくれるよね、うちらを。予定ですよね。うん、そうです。乗せていきます。お願いします。あの運転手で使ってくださいって言っても何ヶ月も経ってでももうね、ダメやけお願いします、はい、お願いします。思いついた人、ちょっとブランドもんとか。ああ、まあ大人になるけんね。大人や、うん、持ってないもんね。あ、まあでもまだ早いよね、そういうものちょっとね、身にまとうには。あ、早いよ、お年頃。まあでもまあ、うん、似合いそうよね、うん、そう、デパートのブランドの、似合いそう、ね、おデパートのファーとかつけてそうや。あ、もこもこ。どのブランド、まあどんなものが欲しいか。ビトンのバッグですか？うわ、ビトンなんや。すごい。ダメね、ダメじゃないよ。いいよ、いいよ、いいよ。まあもうすぐ20歳になってね、うん、確かに、うん、高校卒業するし、うん、大人の階段登るやけ。そうやね。狙っていこう。狙っていく。ちょっと頑張るね、じゃあ今日から。はい。あ、私ありますか？私はね、あの一人旅したい。あ、お金、そういうのしたい、うちも。そうそう、なんかね、田舎の方にさ、そういうこうなんかすっごいおしゃれなさ、ホテルとかあったりせん、なんかたまにさ、そういうとこ行ったらさ、景色バリ綺麗なんよ。なんか湖あったりとか、そういうところをなんか回って、うん、温泉があるとこがいいけん、温泉入って一人でなんかくつろぎたいですかね。お金があったらね。そうや、今無限にお金がある話だっけね。そうやね。いいですね。さくらは？うちは部屋数がめっちゃ多いお家をゲットしたいかも。ここはお菓子作る部屋みたいな、なんか。確かに確かに。分け分けしてから。それはわかるわ。そういうお家ゲットしたいかも。ちょっと田舎の方に。田舎の方に？別荘みたいな。そう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 。すげえ。すげえ。無限にあればお金が。いいね。お泊まりできるね。あ、確かに。いいな。みんなの部屋も作ってあげるよ、じゃあ。ええ待って、やったー、やったやったやった、やったそうしよう。うん、そうしよう。練習部屋も使
作るか。あ、いいね、いいね。本当よ。もうライブ会場も作ろう。そうそうそう。あ、作る。ライブ会場じゃない。みんな来られたらもう。上家です。みんなバレはんやん。ほんまよ。はい。はい。そんな感じで、皆さんお金大事にしましょう。はい。はい。それではメッセージを紹介します。ラジオネーム、くぼっきーさん。皆さん、こんばんは。こんばんは。僕は自転車にハマっています。友人に誘われて何気なくロードバイクを買いましたが、今では休みの旅に出かけています。自転車は気持ちいいですよ。皆様はいかがですか？とのことです。みんな乗りますかね？私はあれ、なんか4人で撮影でなんか ロードじゃなくて、うんうんうん、あの E バイクか。うんうん、あ乗った時 か、うん。また雇ったよね。あ、そうそう。単独で。うん、そうだ、あの後もね、E バイク乗ったんやけど、うんうん、もうあの、なんか自転車いいなって思った、その時に。うん、結構ちょいちょい乗り寄る。うん、そうそうそう。まあ、E バイクはね、ちょっと あの、あれやけんね。すごい。すごい、あの、あれやけん。もう本当に、ね、電気自動車みたいな。そうそうそう。電動。そう、電動自動車。電気自動車。電気自動車。変わったね。ウィーンで進むよね。ウィーンで進むよ。すごいよね、あれ。だから、うん。最近は好きですね。うんうん。ハルポンは自転車。自転車大好きですね。なんかね、乗りたくてうずうずするときある。えぇ、ー、なんか、あの、涼しい夕方とか、うん、ぐらいに、こう、自転車でブラブラする。おー。のとか好きです。いいね。はい。ホモビ乗りますか？乗ります。乗ります、乗ります。乗ってるとこ見たことあるわ。うちもある。あれ、ね、みんな目撃情報が。恥ずかしい、恥ずかしい。なんかこう縦長いよな、なんか。そうそう、めっちゃ低めのやつ。小さいんよ。お尻が痛いんよ。なんて言うんやろな、あれ。なんかスケボーみたいな。これは言い過ぎ。なんかいつもなんか言いながらの。何を言いながら言いながら。僕言いながら。おばちゃんや。もう血が油断です。やめてた。確かに。恥ずかしい。好きなんやね、あの。好きですね。いいですね。さくらは？うちは、その、高校入学する前に、あの、ロココの、あのワインレッドっていう色があったね。どうしてもそれが欲しくて、うん、3軒ぐらい自転車屋さん回ってやっと見つけて ありますって言われてそれを買って、うん、今でも大切にしています。おお、素晴らしい。あの色めっちゃいいです。私もあのロココ色めっちゃこだわっとったけど、結局茶色にしたんよ。ロココけどあの白とあの深緑あったよね。青もあったよ。そうそうそう、深緑か白か茶色が良くて、うん、でもなんかみんなと、あ、浮くかなとか思ったりして、茶色ってめっちゃ多いやん。そうだよ。け後から後悔したんやけど、茶色買ったことに。けどなんかみんな浮かんくて、うん、なんかそわそわしとったっけ、入学式に茶色で行きました。あ、無難に。よきよき。いいね。果樹なんかロココかみたいになるよね。結構ハルくん果樹なんよね。可愛いよね。なんか全部がクリーム色なの。そう、もうカゴも全部クリーム色やから学校ではもうめっちゃ浮く。へえ、そう、え、これ大丈夫かなっていうぐらいの一人浮いとる。カゴがね、そう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 、あ、そう、カゴがそう当たらなんか横の人と。あ、確かに。でもあのカバンさ結構横長やんか。確かにね。あれみんな縦で入れよるやん。カジュナは横で入るんですよ。おお、なるほど。それでかいね。めっちゃいい。そうそうそう。確かに確かに。みんな自転車乗っていきましょう。はい。乗ろう乗ろう。自転車いい季節や、3月連休。そうそう。気持ちいいね。お花見行こう。お花見行きたい。チャリで行こうや。チャリで行こうか。待ち合わせ。総合公園の上でみたいな。まずね、ババチャリ借りてこよう。ママチャリ。え、ママやな。だってこういうの。みんなに追いつけなる。あれは無理や。あれそう。え、ちょっと大きいので。あれはやばいね。だってホノピンがめっちゃ頑張ってこぎようってうちのやつ、ゆったり。もう同じぐらいだよ。ホノピン2倍速ぐらい。あ、違う。めっちゃおもろいやん。もうめっちゃ早いって。痩せそうやな。頑張ってもろて。はい。はい。それではここで一曲お送りします。竹山 3.5 で、恋空チャイム。
皆さんよかったらよろしくお願いします。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。私たち竹山 3.5 への疑問、質問、悩み相談なんかも送ってください。メールアドレスは 3.5@rnb.co.jp です。たくさんメールお待ちしています。この番組はお菓子の肌との提供でお送りしました。ガールズバンド竹山 3.5 でした。バイバイ。電撃杉作ゼータローのドッキリナイト5、今夜決定。生放送でお送りしております。こちら南海放送パルスタジオです。今夜決定ウルトラセブンパート2、日向太郎さん、メールよろしくお願いします。はい、紹介します。ラジオネーム8472さんからです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。この前パート1でも送りました。ほぼ県外の人ばかりですけど、私の場合パルスタジオまで15分で行けるので、めっちゃ語りに乗り込んで行ってやろうかとうずうずして思ってしまいます。わら。一番の推しはやはり大王惑星の悪夢ですが、盗まれたウルトラアイ、侵略する死者たち、悪夢の住む花なんかも面白いですね。盗まれたウルトラアイは僕も好きですね。あの森塚浩二さんもなんかこの小学館の本によりますと、やっぱり盗まれたウルトラアイ大変、あのもうこれだって怪獣も宇宙人もほとんど出てこないですからね。これもう本当にあの 人しか出てこない、人のドラマみたいな、ほとんどが。またラストシーンが本当に最高に素晴らしいんでね、ちょっとすごいんですけど、はい、どうぞ。はい、私の彼女が松山の美術館であった特撮博物で悪夢の住む花の松坂慶子さんのコスプレをして入場したのが忘れられませんね。私は怪奇大作戦の SRI のコスでしたが、個人的にはメカの活躍が素晴らしい、ほぼ他のウルトラ作品では活躍しない地底戦車と潜水艦の活躍が多い、マグマライザーとハイドランジャーは秀逸の素晴らしいメカです、うちの家にも各種ウルトラホークと地上メカハイドランジャーが鎮座されていますが、改めて TDF の数々のメカニックを押させていただきますといただきました。はい、当時はね、もうプラモデルもね、いいやつから、もう例えば、駄菓子屋さんとか、学校の駅前のお店とかで売ってる、50円、100円ぐらいのタイプのものまで、もうあらゆるものが出ててね、はい、もう50円、100円ぐらいのやつだと、もうギミック的には、バネでね、ミサイルが飛んだりするぐらいなんですけど、まあ、ほんとおもちゃもね、たくさん出ておりました。はい、それでは、ウルトラ警備隊の歌、冬木徹さんの音楽、どうぞ。このウルトラ警備隊のメンバーが、メンバーの中に、ウルトラセブンが人間の時の諸星団体員がいらっしゃるんです。で、ウルトラ警備隊のメンバーが、基本的には毎週毎週、登場してくるわけなんですけども、このウルトラ警備隊員というのがどんな方がいらっしゃったか、これ紹介しておきましょう。はい。森次浩二さんの諸星団。
これあの主人公ですね。主人公ですけど、クレジット的には2番目なんですよ。2番目っていうかね、主役トップクレジットって、いわゆる出演って言って最初の名前が出るのが森次さんじゃないんですよ。トップクレジットがなんと隊長の中山昌司さん、桐山隊長、新東宝のね、新東宝での、俳優、スターだった中山昌司さん、桐山隊長、奥さんがね、横山道夫さんだった当時は、桐山隊長が、もうやはり有名人だし、スターだから、もう、知名度ではもう群を抜いてるわけです、このメンバーの中では。ですから、まあ、トップクレジット、演技もやはりね、素晴らしかったと思います。そして2番目にクレジットされているのが、諸星団隊員とアンヌ隊員の菱見百合子さん。この二人が隊員、アンヌ隊員ですね。ウルトラ警備隊。そして他の隊員が次にクレジットされるんですが、それが、現在のドクマムシ三太夫さん、古橋隊員。そしてお亡くなりになりました、アチハシンスケさんの曽我隊員。そしてウルトラマンの、前作ウルトラマンで中に入っていらっしゃいました、古谷敏さん、天城隊員。この三人、この三人足す二人足す隊長の1、2、3、4、5、6人がウルトラ警備隊。そして、これを六人が前線の第一線で活躍する部隊なんですが、幹部がいます。この、まあ、他にもいっぱいいるんですよ。ウルトラ警備隊には働いてる人が。で、たくさんいるんですけど、その中で幹部の人たち。これがですね、まず長官、ウルトラ警備隊の長官、こちら、行動官の鬼、菅田三四郎、でもおなじみ、大俳優、藤田進さん、まあ、後にはね、日本の、あれ、仁義、そう、松山が舞台の東映実力薬剤が日本の仁義では、目を出演なさいましたね。そして冬の花でもね、北大路欣也さんのお父さん演じて、まあお父さんっていうか、ヤクザの大親分を演じまして、シャガールはいいな、シャガールはいいよ、本当にシャガールはいい。なんて言って、林翔太郎に殺されてしまいました。そして、参謀、竹中参謀、佐原健二さん、真鍋参謀、宮川洋一さん、そして柳川参謀、平田昭彦さんと、もう素晴らしいスーパースターの面々が幹部として出演してくるというね。まあこれ超豪華キャストですね、もうすでにね。はい、そんなウルトラ警備隊のメンバーだったわけです。冬木徹さんの音楽で聞いてみましょう。セブン登場から我らのセブン。お便りいただいております。その通り読みますね。杉作大先生、日向太郎大先生、はじめまして。そしてこんばんは。こんばんは。私はこの番組がとても好きな神奈川県川崎市在住の人手つぼジェニクレイジーワーR星人と言います。宇宙人の方からいただきました。私の今夜決定ウルトラセブンは、私の最も好きな俳優、かっこ何人もいます、の一人である木田道夫さんです。明日を探せ、シャドウ星人&ガブラの会の冒頭から追われている男、水晶玉でもって人の運命を占うという、占い師を演じている方でございます。この回の木田氏の鬼気迫る演技は、いつだって私の脳裏から離れることはありません。桐山隊長の心を動かした気だし、明日を探すんだ。03倉庫に一人向かう桐山隊長の背中を見るたびに、落雷を禁じ得ません。
木田氏は俳優の鏡です。日本俳優界の至宝とも言うべき方だと思います。シャドウ星人に追われる木田氏のことは語れば尽きることはありませんが、まずは取り急ぎ要件のみよろしくご差し送りくださいということなんですが、この木田さん、この小学館のダンとアンヌとウルトラセブンの中でもひしみゆり子さんがあのクールなひしみゆり子さんがこう言っております。木田道夫さんに会えて嬉しかった。はい、木田道夫さんに会えて嬉しかったそうです。なぜならば、あ、NHK のコメディお笑い三人組の人だ、いつもテレビで見てたから。はい、そしたら森次さんがクールに言っていらっしゃいます。木田さんと僕は同じ事務所だったんだ。はい、いやー、木田道夫さん、本当に面白い方ですね。僕、すごいやっぱり危機迫るんですよ。僕、木田さんの演技でね、全然別の話の2時間ドラマでね、山が動いたっていうのがあったんですけど、忘れられません、僕もこの山が動いたが。はい、いや、この明日が探せも、明日を探せもすごかったです。はい、ということで今夜は、ウルトラセブン、今夜決定をお送りしておりますが、私先ほど竹山 3.5 の放送を聞きながら重要なことを思い出しまして、実は今夜7時過ぎに内田名人に電話をするということになってたんですが、放送始まる前にちょっと居眠りをした結果、頭から全くそれを忘れておりまして、先ほど電話しましたら、この後9時から電話をすることになりました。この後は9時台になりますと内田名人も囲んでじゃない、加わってみんなでウルトラセブン行きましょう。さあ、今日発売の曲、あなたと君と、岡みどりさん初のデュエットです。三田村邦彦、そして岡みどり、あなたと君と、本日発売です。気がつけば歩いた道のり、あなたとだから見られた景色、雨の日も歩いた道のり、君と共に感じた想い、心寄り添い港町、見上げる空には夢がある。あなたと行きたい場所がある。ああ、未来へ。歩いた道のり、
君の声が力に変わる心連れ添い花そよぐ掴む夢がある、あなたと奏でる愛がある、ああ未来へ、あなたと君と伝えたい言葉星の数、あなたと楽しむ夢がある、頑張ろう新生活、 F ナン新生活応援キャンペーン。南海放送グループ RNB コーポレーションはテレビやラジオ番組、 CM などのコンテンツ制作を通して地域社会の発展に貢献しています。私たちも愛媛市議、愛媛の素晴らしさを皆さんにお伝えします。平成7の中島優斗です。文化放送歴10年を超えた僕らが肩の力を抜いてお送りしている番組、平成7ウルトラジャンプ、毎週木曜深夜0時過ぎからレコメンの中で放送中。パジャマでゆったりリラックスしながら聞いてね。おはがきメールお待ちしてます。ジャパリネットの鹿島ひろきです。ライターの渡辺あさこです。金曜夜10時半からアンラジやってます。ウェルカムミュージックピーポー、アンラジだってさ。ゆるすぎて大丈夫なのか不安ですが聞いてみてください。アンラジ。藤田春彦です。あなたのリクエスト曲だけで構成するあなたのための音楽番組、辛い時幸せな時寄り添ってくれたあのナンバー、人生の最後にもう一度聴きたいあの歌、この歌、あなたの5曲のリクエスト曲とそれぞれの歌の思い出話を書き添えください。メール俺のアットマーク rnb.co.jp、 ファックス0899158888、封書おはがきの方は郵便番号 790-8510、 南海放送ラジオ俺の夏メロリクエストの係まで。俺の夏メロリクエスト、俺の夏メロリクエストは毎週土曜夜8時半からオンエア。F ナン南海放送が午後9時をお知らせします。はい、ここからはですね、内田名人も、参加してもらって、みんなでウルトラセブン今夜決定進めてまいりましょう。内田くん。はい、内田名人です。こんばんは。こんばんは。すいませんでしたね。いや、欠番になったかと思いました。僕が。いやいや、そんなことありません。もう本当に。いやいや、はい。よろしくお願いします。ここからですよ、ここからが。ここからが勝負ということで。はい、やりました。はい。はい。ウルトラセブン、いろいろ、ね、話が、出ておりますが、はい、お便り紹介してみましょうか。日向さん、はい、お願いします。はい、紹介します。沖縄県ラジオネーム茶谷の奥ちゃんさんからです。はい。私が今夜決定したいのは諸星団のモデルになった地球人薩摩二郎です。ウルトラセブンが初めて地球に来て出会ったのが勇敢な青年薩摩二郎を、これは何ですっけ、ナスじゃないですよ、何ですっけこれ。どうしたんですか、いきなり。後で、もう、ナギじゃなくて、ね、飛ばしていきましょう。ナギ2つじゃなくて、はい。はい。いいです。ごめんなさい。まあ、今離れてるので無理です。はい。
姿にして諸星団が出来上がりました。ひな形じゃないですか。ひな形違う、なんかあのなぎみたいな感じ。なぎなのでまだウルトラセブンの世界では薩摩二郎は生きているはず。薩摩二郎がいなければ諸星団はいなかったので、今夜決定は薩摩二郎に決定といただきましたけど、ちょっとこの言葉を調べます。はい、わかりました。内田君、はい、まあ、今のところを推理するのはまあ置いときまして、はい、僕の方からもお便り紹介しましょう。出ました、ウリです、ウリ。あ、ウリ2つ、はい、ウリ2つが今日向太郎さんが読めなかったということなんですけど、まあいいでしょう。さあ、お便り僕の方から読んでいきますよ。よっちゃんさんです。松山市のよっちゃんさんです。ジェイ太郎先生、日向さん、そして内田名人さん、あ、ありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれあれ、怖い。ちょっともう一人声しませんでした、はい、今え、いや、まあいいでしょう。ウルトラセブンは弟と一緒に見ていました。ウルトラマンの中で、まあこれウルトラシリーズの中ででしょうね、一番男前がウルトラセブンです。子供でしたけど、セブンが一番かっこいいって思いながら見てました。これはウルトラセブンの顔ですかね、それとも人間になった時の顔ですかね。そうですね、どちらかでちょっと、はい、多分人間になった時のことじゃないのかな。あの森次浩二さんは当時もね、大変あの松竹とかでほぼ主演のような映画もねありましたですからね、青春映画、ね、青春スターみたいな感じだったんですかね。そうです、そうです。あのパッ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 パーダラララダララ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 ラダラダダ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 ダ、恋のキューピッドがなんとかをなんとかした、あん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 苦しくて。半分弱さん主演の映画があってね、恋人役がやっぱり森塚浩二さんで、あ、今のはテーマソングですか。今のは半分弱さんの歌ってた歌なんです。で、この、はい、この曲がねなかったので、はい、半分弱さんの懐かしい曲、全然関係ないかもしれませんけど聴いていただきましょう。半分弱さん、日曜日の朝、落ち葉が。落ち葉が眠たい街に止まっている。倒れた自転車起こす人もなく静かな日、並木の上で遊んでいる見慣れない鳥たちは、明日はもうこの街では見かけないだろう。変わってゆくのは私、そして月曜日からの心。落ち葉がレールの上に止まっている。空っぽの電車が通り過ぎてゆく街外れ。踏切を越えていく道に昔のママの思い出が変わらずに残っているの。変わってい
遠くで子供たちの声が聞こえてくるけど、静けさに溶け込んでみんな消えてしまう。変わってゆくのは私、そして月曜日からの内田君。はい。内田君はどうですか、ウルトラセブンの思い出というと、どの辺がやっぱり好きですか。あ、まあでも、あの前回もお話した、あの名作からやっぱ入りますよね、超兵器 R1 号だったりとか、ノンマルトの使者なんですが、うん、やっぱ先ほど、あのおはがきにありました、メールにありました、木田道夫さんの回とか、今見ると、やっぱ本当、味わい深いですよね。そうですね。はい、味のある役者さんがにだんだん目が行くようになりました、この年になると。子供の頃はでもやっぱり宇宙人や怪獣、宇宙人ロボットですよね。はい、ね、そうですね、はい、僕ね、やっぱり宇宙人怪獣で言いますとね、やっぱりね、はい、えって思ったのは、まあ子供心にもうぬいぐるみだとは思ってましたんでね、はい、中に人が入ってるとは思ってたんですけど、はい、中に絶対人が入ってないあのビラ星人。ああ、このね、ビラ星人の回の、あと、はい、特撮のセットも含めて、はい。すごくよくできてませんでした？いや、確かにそうですね。双眼鏡とか、怪獣のデザインは結構自由でしたよね。だってビラ星人の回の、はい、雰囲気なんてさ、はい。どう考えてもその後のエヴァンゲリオンの使徒に影響を与えてますよね。そうですね、僕も。はい。はい、うん。多々ありますね、そう思われるシーンは。ちょっとこれ、今、なかなか言えないですけど、はい。造形がやはりね、すごく変わってる。あと僕ね、バド星人の顔もすごいと思うんですよ。怖いですよね、基本的に。でも。なんかね、わんぱく坊主、昔の漫画に、正岡俊也さんの漫画とかに出てきてた、わんぱく坊主の、いわゆる、明日のジョーに出てきていた、いわゆる町の子供たちの中の一番、なんかすごい顔した子供みたいでもあるし、はい、パンパカ学園の憎い親父さんみたいな、頑固親父みたいでもある、ハゲ頭風のね。そうですね、はい。なんていう、ハート型のハゲ頭っていうんですかね。今見るとね、今見るとハート型でね、なんか愛らしい、ええ、もしかしたら人気が出るかもしれないようなね、バド星人、はい、バド星人ブレイク、再ブレイク、そしてバド星人の回のギラドラス、はい、これも大変造形が変わってましたよね。恐竜のようなやつでしたっけ。恐竜みたいなやつ、はい、そう、恐竜みたいなやつ。で、あとはい、四本足の、はい、でそうかと思ったらこのポール星人みたいな目が飛び出た、はい、目が飛び出た宇宙人とかいましたね、はい、ポール星人、声とかも怖いのいましたよね。それポール星人でしたっけ。僕ね、やっぱり、はい、これは本当子供の頃の特徴だと思うんですけど、はい、怪獣とかロボットとかが出ないものは、はい、子供の頃はもう見れなかったんですよ。まあでもそれが子供ですよね、やっぱね、うん、はい、で時々大人が見てるドラマとか大人が見てるテレビとか見るとね、はい、人間しか出てないから、ええ、全然つまない、なんかケチってんのかなみたいなね、はい、安く上げやがってみたいな、まあ、全然わかんないから、ほら、すごい有名な俳優さんで、はい、ギャラの高い人とか思わないからさ、光線も出ないし、そう、はい、例えば志村たかしさんとか出てきてもね、光線も出ないし、はい、巨大化もしないし、ただのおじいさんじゃないかみたいな。まあでも志村たかしさんが巨大化するのあまり見たくないですよね。あと牛地秀さんとか出てきても近所にいるよ、あんな人みたいなね。
いやいやいや、それほど、あれ、親しみやすい役柄だっていうことですよね。まあでもね、やっぱり怪獣やロボットとかが出ないと、ダメなぐらい怪獣やロボットを好きになったね。はい。元が僕は、それが僕はこのね、ウルトラセブンだったような気がするんだな、これ。なるほど。うん、これがね、うん、やはりね、やはりね、ウルトラセブンの怪獣の造形がね、やはり僕が好きだったのはね、話は今一つ、話はちょっと荒い感じでしたけども、はい、怪獣が好きだったのがダンカンだね、僕は。へぇー、ダンカン、またちょっとなかなかあまり出てこないやつですね。色が変わってるでしょ。色が水色な、水色なんですよ。発泡怪獣ですね、これね。発泡怪獣。綾波のヘアカラーというね。綾波レイと同じヘアカラーの。はい、水色の怪獣なんですよ。珍しいですよね。はい、ハリネズミのような怪獣と言ったらちょっとわかりやすいですかね。そうですよ。ほんで、コロコロ転がったりするんだよ。はい。でも話がちょっといまいちでね。まあ話がいまいちでね、とか、まあ今、ダメ出しするか、人それぞれでございますね。はい。はい、都会、都市が山に引っ越すんですよね。はい、そうですね。はい、この回は。そうなんですよ、ひな太郎さん。ファフナーみたいなことですか？ファフナーとはまたちょっと違うんですけど、いわゆるここの、南海放送のあるここは町じゃないですか。はい。都会っぽいですよね。これが、熊高原のさらなる奥。もう本当に、山の方に町ごとわっと行くんで。ビルたちも楽しんでいるようですね、みたいなね。浦野さんのね。はい、まあ。浦野ひかるさん。はい。まあ当時浦野さんはね、もうワイドショーの生コマーシャルで大変有名でしたけどもね。あ、へぇー、はい。そういうお仕事もやられてたんですね。やられておりましたですね。浦野ひかるさんは生コマーシャルの帝王と僕なんかは思っておりましたけども。はい。34は蒸発都市ですね、なんか。蒸発都市でございますと。はい、あと先ほど女優さんの話が出てましたけど、はい。僕がやっぱり、オス女優さんは、やっぱりクレイジーゴンの回の、病院にいるお姉さんですかね。ああ、ちょっと、また、渋いところを。病院の子がね、はい。あれ、平太郎さんご覧になりましたよね。病院ですか？病院で、ダンが来ないと手術しないっていう。言いましたね。平太郎さんがすごいこと言ったんですよ、見てきた後に。え？すごい人が出てた、すごい、あの子供がすごい、なんか記憶に、あの子供がすごくね、その子役の子が、すごい、なんかね、心に残りましたみたいなこと言ってました。あ、そうですか、うん、はい。ほんで、まあ、誰だったかななんて思ったらね、なんでって言ったらね、ワンオクのタカに似てるって言ってました。小さい頃に、少しだけ。タカじゃないと思います。年代が合わないですからね。大きくなってもね、ならないですよね。まだこの頃、森進一さん独身ですからね、まだこの頃。あ、そうですよね、先ほどの。姫太郎さんどうだった？姫太郎さんいくつか見た中で、はい、ウルトラセブンで、はい、やはりこれが良かったっていうのはどれですか？これが良かったですか？やっぱりそのワンオクの高荷の少年ですか？ワンオクの高荷の少年が、ダンが来ないと受けないっていうのは、はい、なんか面白かったですね。なんかそんな、いやいや言ってるタカ見たことないんで。タカじゃないからね。タカキヨン。そうですか。でもいいですね、そういう見方も。はい。そう。自由ですから、ものの見方はね。はい。でもあの時に、はい、アンヌ隊員が焼き餅焼いてたのを覚えてません？あ、なんか焼いてましたね。ああいうのどうですか？ああいうの見てて楽しいですね。もうね、アンヌとダンのこの底はかとない恋愛物語ってのが、やっぱりこのウルトラセブンのを2段も3段も高めてるものだと思うんですよ。うん、はい。どう思います？そうですね。だから子供ってあんまりラブも、なんていうんですか、ラブロマンスのドラマとか見ないじゃないですか、子供番組で。珍しいですよね。うん、そうですね。はい、今ね、手元にね、これ、講談社版のね、ウルトラ特撮のボリューム1の手元にあるんですけど、はい、ダンカン、八方怪獣ダンカンの回に出演した謎の男、ダンカンが人間に変身した姿、はい、はい、ダンカンが人間になった時を演じていたのは、吉原正宏さんです。出ました。
はい、吉原正弘さんが、ダンカンが人間になった時を演じておりました。探偵物語のね、丸山翔一さんの回でも、どこか知らない、これだよって言って、マッチ見せる人、パッて、坊主の出てる。はい。吉原正弘さん。はい。もう吉原正弘さんは、飯島洋一先生ともね、随分親交があって、はい、ポルノ映画とかでも大活躍した。これはちょっと、ドッキリリスナーは、あれですね、要チェックですね、この回は。はい。そうですね。まあ、あと、内田君はどうですか、怪獣とか、子供の頃に好きだったのは、僕はやっぱりメトロン星人がね、やっぱりすごく好きでしたね。あの回はでも、はい、あれですよね。前回もお話になった、とてもシュールな演出のある回。はい。うん、やっぱり実相寺さんなんですかね、あの回もね。実相寺さんですね。はい。脚本は金城さんだったと思います。はい。やっぱ実相寺さんは、お便りを紹介してまいりましょう。はい、どうぞ。すいませんでした。ちょっと話が長くなってました。はい、紹介します。神奈川県横浜市のラジオネーム海賊大名さんからです。はい、私の今夜決定ウルトラセブンパート2はウルトラセブンのスーツアクター上西浩二さんです。あ、東方の名立て師、うん、久世龍氏の門下生にして三船プロの立て師でもある上西さんが演じたセブンは機敏な動きとがっしりした体格が特徴的で、戦闘シーンはアイスラッガーで逆手切りするなど時代劇の要素を取り入れたアクションがとてもかっこよく、どこか侍のようなイメージを受けます。そして上西、やっぱりあれなんだね、内田君、セブンの盾ってだから本格派なんですね、やっぱりね。先ほどのアイスラッガーも小出しのように使うときあるじゃないですか。うん、そうですよね。はい、そうです、そうです。あれなんか特に確かに時代劇感はありますね。ありますね。はい。うん、時代劇。はい。そうなんですか。そうなんですよ。川崎さん。そして上西さんといえば、宇宙エンジンゴリのスペクトルマンとラーのスーツアクターとしても有名ですが、うん、ラーの声も演じており、それ以外に特撮パート、盾、俳優のキャスティング担当と P プロでは大活躍でした。またワイルドセブンでも盾師、役者、スタントマンと演者と裏方両方こなしていたのが本当にすごいなと思います。ウルトラセブン真の主役は諸星団森次浩二さんですが、影の主役といったら上西さんだと思います。私の今夜決定ウルトラセブンパート2はウルトラセブンのスーツアクター上西浩二さんに今夜決定です。ああ、なるほど。これ結構いいかもしれませんね。そうですね、確かにこのか、そうですね、先生が夢中になったのもこの方のアクションなわけですもんね。やっぱね、セブンのアクションって独特なんですよね。はい、ポーズが常にこう決まってるんですよね、こうね。本当に写真いただいたんですけど、はいはい、かっこいいですね。なんか決まってます。決まってますよね。決まってます。で、こちら、小学館版、ダンとアンヌとウルトラセブンによりますとですね、そのまま紹介するとちょっとね、はい、売れ行きを妨害することになってしまいますので、要約して、はい、本を見ずに喋りますけど、読んだ記憶で、はい、ものすごい記憶がいいんですよ、やっぱりこの、菱見さんと森次さんが。はい、そう、覚えてる。ダンが上西さん家に泊まったことあったわよね、みたいなね。撮影が終わった後、上西さん家に森次浩二さんが泊まったそうですよ。でも、上西さんって面倒見がいい方だっていうことは、僕もなんかの文献で読んだことがあって、松田優作さんからの信頼もあるんですよね、上西さんは。ああ、それであれでしょ、探偵物語にスペクトルマンが出てくるんですよね。はい、そうですね。はい。惑星から来た少年でしたね。そうなんですよ。はい、だから本当ね、裏方さんではないんですけど、出演もされてるんですけど、はいはい、本当縁の下の力持ちみたいな方ですよね、上西さんはね。ちょっと僕も改めて見直したくなってきましたね、その時代劇風のアクションっていう。はい、だってウルトラセブンはやっぱり体の動きがすごく特徴的だと思うんですよ。はい、でちょっと話しとれますけど、宇宙エンジンゴリがあそこまでの人気になったのも体の動きだと思うんですよね。ああ。そうですね、ゴリとラーの。ゴリとラーの。はい、そう、ラーのね。
ラーノ、はい。そうなんですよ。はい。お便りは以上ですか、そちらは。はい。はい。じゃあ僕の方からお便り紹介してまいりましょう。こちらです。こちらは、今夜決定ウルトラセブン。こんばんは。ラジオネーム、バッテラと申します。こんばんは。ウルトラセブンで一番好きな話は、第四惑星の悪夢です。ストーリーなど全て素晴らしいですが、中でも特に印象に残っているのは、ダンとアマギを取り調べスペースのようなところに連行する軍人みたいな人が発する音です。何やら口をもぐもぐさせて、カリッコリッという音を常に出していました。手の中でくるみをすり合わせるような感じの音ですが、この音が静かな劇中ずっと聞こえて、不気味な印象を残します。第四惑星の悪夢で思い出すのは、まずこの音です。音してましたね。コリッコリッ。これ、ダンとソガじゃなかったですか、はい、違いますかね、ダンとソガです。ダンとソガです。そうですね。はい、あの回は。こちら、ダンとアマギと今読みましたけども、これは、ちょっと、バテラさんが記憶がちょっと、それか、うち書き間違えたんだと思います。まあ、ダンとソガですね。はいはい、この回も実相寺監督、はい、このね、あの森塚ビンさんですよね、これね、あそうですね、コリッコリッとさせていたの、はい、あれ飴だと思ってたんですけどね、僕ちっちゃい頃見た時、飴舐めてたんですかね、なんかそんな記憶があるんですけど、とにかくだから実相寺さんの回は、はい、ある程度の大人になって2度目3度目見た時にいよいよ楽しくなってくるんですよね。あ、なるほど、子供の時に見た時は怪獣あんまり出ないし、あ、この回なんか特にですね、はい、うん、で撮影現場もなんかその辺で撮ってるし、はい、あれだってどう考えてもスタジオだってホリゾントもただのスタジオで撮ってましたからね、殺人ゲームのとこなんかね、はい、殺人番組の収録なんかね、はい、だからある意味低予算に見えるんですよ、でもそこを逆手に撮って、ええ、だから実相寺さんの撮影してる雰囲気には現代の撮影の中のヒントもたくさんあるでしょうね。なるほど、はい、うん、僕とあるねテレビ局に、はい、ドラマの撮影で行った時に、はい、撮影で行きましたらスタッフみんなが徹夜だったんですよ。これ、ね、徹夜でみんな起きてきましてね、これ今日撮影行きますよって言って集合したらスタッフは全員夜通し寝てないんですよ。これ、ね、いや大変なんだな今撮影がとか思ったらね、いや違うんですよ、夕べねスタッフみんなでねスタッフルームで実相寺さんの作品見てましたねなんて言ってね、すごい人気だなと思いました。やっぱり、いやでも確かに分かりますね、独特ですし、はい、今見てもね、怪奇大作戦とかも見てほしいですね、流れで、はい、そうですね、はい、というわけでお便りはまだこちら、ラジオネームひょうえもんさん、杉作先生、ひな太郎さん、こんばんは。こんばんは。今夜決定ウルトラセブンパート1の時に有名なエピソードはかなり紹介されました。今回僕が推薦するのは昔 NHK で放送された私が愛したウルトラセブンです。アンヌ隊員役の菱見由里子さんの目線で描かれたドキュメンタリードラマで、当時の裏話やエピソードが前編後編でリアルに再現されていたものでした。アンヌこと菱見由里子役田村恵里子、諸星弾役松村雄貴、円谷英二役鈴木清純、脚本家金城哲夫役を佐野史郎さんといった豪華な顔ぶれでした。再放送や DVD があるならぜひもう一度見てみたい作品ですということなんですが、内田君、はい、これは DVD 出てるんですか。これは DVD が出てます。はい、2枚組でバップより発売されたと書いてありますね。バップから出ている、はいはいはい、今版があるかどうかはわからない、わからないんですけれども、とにかく、はい、DVD 化されましたと。かつて出ていたということは間違いないんだね。はい、ボス。キャップですかね、この場合は。はい、うん、まあ、かつて出ていたということは今手に入らないことはないということだ、これ、うん、そうですね、あしげなくなんか中古ショップなどを通っていただければ。なるほど。さあ、そういうことで、今夜も、ウルトラセブンパート2お送りしてまいりました。あ、こちらも、ソバットさんです。先ほどかかっていたウルトラセブンの曲で思い出したのですが、自分が小学生の頃、友人の K 君のところにウルトラセブンのそのシートのレコードがあったのですが、その持ち主の K 君がこのレコード聞いてみ、おもろいぞというので聞いてみると、最初の歌い出しのセブン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 の部分が何度も繰り返し針が飛んで大笑いして、そのシートももっと傷つけて聞いていたのを思い出しました。あまりに傷つけすぎて面白くも何ともなくなったことがありました。
過ぎたるは及ばざるが如しというね、それにしてもウルトラマンレオで諸星団が杖をついて出てきた時は衝撃的でした。というわけで今夜の今夜決定ウルトラセブンはレオの時に出てきた杖をついて出てきた諸星団に決定します。これ確かにこれは確かに強力であります。宇和島市のそばとさんからいただきましたが、この諸星団はね、僕はやっぱりあの初見の頃には見たくなかったと思いましたね、やっぱりこんな冷酷で冷たいね、厳しい、こんな厳しいんですね、こんな厳しい諸星団はもうあの笑顔の素敵な諸星団じゃなくなってたというねロマンスのかけらもないですかね、レオの時の会話、これは西見さん、これはあんのにも振られたんじゃなかろうかみたいなねそんなことはないですけど、いやー、これはちょっとまあ今後ウルトラマンレオ編にあの進出してもいいかもしれませんね。そうですね、まだありますね、確かにウルトラシリーズ、はい。今夜の、今夜決定どうでしょうね、やはり木田美紀夫さんでしょうか、それとも上西さんでしょうか。上西さん、上西さんですね。そうですね、はい、上西さん、はい。内田君どうすいませんでしたね、はい、あの7時から出てきませんとんでもないです。僕もその小学館の本買いたいと思います。松山サミットもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。松山サミットは、3月29日20時からになっております。チケットのお求めよろしくお願いします。この後は和牛のモーモーラジオです。